皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。はい、今日はですね、お仕事の後ね、午後からは、トリオの合わせに行ってまいりました。1時半に集まって、3時半ぐらいに終わるかなと思ってたんですけど、ちょっととあることでヒートアップしまして気がついたら5時を回っていたという。はい、で結局また帰ってきてから夜別件の合わせがあって、でそれから、コピーをして、別のね、9月の本番のピアニストさんに、製本した楽譜をお送りしたというところですね。はい、それでもう今日は終わっちゃいました。はい、明日のね、準備を今からして明日に備えようかなと思っているところなんですけど、なんで最近こんなに時間がないのかなっていうぐらい、なんか日々追われていますね。まあなんかまあね、とりあえず本番があること、合わせができることっていうのはね、コロナ禍の時に比べてありがたいことなので、はい、これは大歓迎なんですけども、なんか容量が悪いのかな、なんか時間がね、いつも足りないなと思って、で足りないからしょうがないから、手前からしなきゃいけないことから順番にやるんですけどね。でまあでもそうは言っても逆算しないといけなくって、週末ちょっとね、遠方に行くので、っていうことはここでできないことがある、じゃあそれは一体どこでやるのか、あと金曜日ちょっとね、計画してることがありまして、でそれをしたいのでじゃあ、その分削られた時間、練習時間はどこで、はい、確保するのかっていうことを考えながらこうやっていくとですね、はい、隙間時間のここでこれはしなきゃいけないっていうことがね、逆算して分かってくるわけなので、ふっと気づくと本当には大変って感じになってます。でまあ今週はね、ちょっとね、それとは別でやってしまいたいことがあるので、これもまたね、後日報告させていただきますけれども、それも詰め込んだら結構忙しいことになっちゃいました。でそれとは別でね、今年ね、結成記念のね、はい、ちょっとグループがあるんですけども、なかなか集まれてないので、なんとかね、集まって何かしらねの形でね、こうね、10周年お祝いするではないけども、近況をお互い報告し合って、今後についてとかね、話したりとかね、あと預かり物があるので、それをね、皆さんに配ったりとかしたいなっていうのもあったりとかして、いろいろ模索するんですけど、いかんせんみんなの予定が全然合わないという、もうね、忙しいのはいいことなんですけどもね、なかなかね、難しいですかといって、コロナ禍の時はコロナ禍の時でね、予定は合うのに、一応ね、集まるのを控えるということがあったりとかして、でまあ結局ズーム会議なんかをしてたりとかしてたわけなんですけども、まあ実際に動けるだけありがたいかなと思うのですが、意外と日々ね、本当に上手にやらないと、いろんなことが回らないなと思います。でそれとは別でね、自分のね、やりたいことっていうのもあるわけでね、であとね、譜読みですね、私は譜読みが遅いので、通常よりも時間をかけて読まなきゃいけないので、実際に秋までにどれだけの曲を譜読みしなきゃいけないかっていうのを計算しながらやってるんですけどね本当にお尻に火がついてる状態がずっと続いてる感じですね。楽譜だいぶ揃ってきたので、これからまた増える、もうじき届くんだよね、楽譜がね。はい、昨日送ったよっていうね、LINE が来てたので、今日まだ届いてないってことは明日かな、届くんだと思います。で、明日はね、いわゆる教室の日なので、また遅くなっちゃうので、きっと明日はもう見れないので、明後日に譜読みをするかな。木曜日が今週ね、ちょっと用事があってね、詰めちゃったので、はい、結構急遽になってはいるのですが、でもどこかで、はい、譜読みをしていかなければ週末に使える時間がないので、はい、頑張っていこうかなと思っている次第でございます。なんだかんだ言ってる間にきっとあっという間に5月が終わっちゃうのかなと思うと、それはそれで寂しいんですけどね。さて、今日のね、はい、最初の方の合わせの方で、お昼の合わせの方では、ちょっと白熱したバトルがあったというバトルじゃないか、セッションがあったという話なんですけども、実はですね、舞台ショーにちょっと今来ろうかなという話をみんなでしてまして、ちょっと盛り上がってしまいまして、はい、無事に、はい、衣装が届くことを祈っていてほしいんですけど、その衣装のサイズというのが決まっておりまして、サイトは通常の女性よりもかなりでかいんです。縦も横も、特に横
縦はね、まあ生まれつきというか、まあでかいので、なんだろう、まあモデルさんの人とかもいるから、縦って何とでもなるんですよね。縦がかなりでかかったというか、まあ、大きくっても、171あった時ですね。でも、171点何歩かあった時でも、まあ、9号が普通にその時は入ってたんですよね。無理すれば、まあ、8号、7号が入ったかな、みたいな感じだったんですけど、今はそんなわけにはいかないので、タッパもあるけど、はい、横もあるので、サイズというものがですね、通常の皆さんとこうアイテムを揃えようとするとなかなかないんですよ。この間もちょうど同じね、オケの子にね、まあどこで買ってますかドレスって話をされましてですね。で、また後でね、調べて次回の練習の時に伝えるねっていうのを言ったんですけど、っていうのがね、前のクラッシュしたパソコンで買ってたので、クラッシュしたパソコンを開けないことには、どこから買ってたかの記憶が怪しい。はい、何箇所かで買ってたんですよね。昔は夢で買ってたんですけどね。で、今は、昔私がね、エメで買ってた頃ってね、9号までしかなかったんですよね。で途中から11号が対応になったんですけども、で今はなんかね、その子に聞いたら15号ぐらいまであるんですって。なんかだいぶ緩くなったというかね、はい。エメはね、お直しもしてくれてありがたかったんですけど、で昔は9号が普通に入ってたので、9号のドレスを、お直し、まあ、裾をほとんどね、直さなくていけるぐらいだったんですけど、うん、してもらってきてたんですけどね、なかなかね、やっぱりお高いじゃないですか。うん、日常使いしにくいというか、はい。なので、まあ、そういう意味では、私が前買ってたところは、確か海外から買ってたんですよね。なので、そこがいいかなと思うんだけど、どこが一番良かったのかなっていうのは、ちょっと今、模索中です。まあ、それは置いといたとして、それはね、次ね、OK の練習だから日曜日まで探せばいいのか。はい。で、とりあえず、目下のところ、メジャー。これが、しばらくの間必須になります。斉藤は、その衣装のサイズに合うように、しばらくダイエットをしなければいけません。まあ、どうせダイエットしなきゃいけなかったからね、あれなんですけど。まあ、そんなにすぐに成果が出るとは思えないんですけど。で、その衣装が、一応ね、調べたところ、伸縮性があるということに、一応口コミではなってるから、それを信じてるんですけど、私以外の方はみんなね、もう少し背が低くて、もう少しコンパクトなんですよ。なのでね、私が一番危ないわけです。はい。最悪の場合はドレスを加工するというところになるわけですが、ドレスではないんだけど。うん。なのでね、メジャーと今週、来週、再来週ぐらいまで仲良くしようかなと思っています。まあ、とりあえずね、ご飯を食べる時間帯っていうのをね、頑張って、なるべく8時以降は食べないようにしようと思っていて、はい、頑張っているところなんですけどね、なかなか初日から大変そうですが。で、まあ、こういうことでもないとね、必死こかないので、はい。前、2年前、3年前かなんかのパステルのコンサートの時も、パステルでみんなでドレスを合わすって言った時にね、そのドレスに向けて、まあ、頑張ってダイエットをいたしまして、成果がありまして、なんとか収まってたんですけど、その後ですね、頑張った自分へのご褒美を大変たくさん取りまして、たくさん取りましてって言い方は変なんだけど、一度にドバって食べたわけではなくて、少しずつ、はい、本番が終わるたびに、お疲れ自分って言ってやっちゃって、冬って本当にね、溜め込むんですよね、体がね。で、気がついたら、あら？っていうことになって、まあでも大丈夫、前より減ってるからと思って、その調子でやってたんですけど、前より減ってるから、まあ、一番実績よりかは減ってるんだけど、それでもやっぱりね、いかんです。ちゃんとキープしないとね、と思っています。なので、これを機に、はい、衣装が届くまでの間、メジャーと仲良くして、ちょっと絞るとこを絞っていこうかなと思っています。はい。とりあえずね、この間、2キロほど、減ったって言ってるのは、今日も一応キープしてるので、まあ、とりあえず、スタート地点は、まあまあ、いいところからできるかな。でもね、体重じゃないんだよね。体重じゃなくて寸法を変えなければいけないので、なんとかしましょう。なんとかなると信じています。で、まああとはね、本当にまあ衣装が着てからの問題かなと思います。
何の時だったかな、東京で、あ、ラフォル巡礼、あの、はい、東京のやつですね、丸の内のやつに出た時も、この衣装、このドレスを着てほしいっていうね、ご希望があったので、それに合わせて体を絞り込んで、なんかまあ、どこぞのね、あの、男優さんみたいなやつですね、あの、役に合わせて、はい、体を絞り込むということを時々します。なのでその反動で元に戻ってさらにもう一つ大きくなるということがあったりするんですけど、基本ね食べるのがね好きなのでね、なかなかねちっちゃい頃にちゃんとねあの食べれてないって言って怒られるか、お母さんに怒られるなあの食べれない時とかもあったので、本当に食べることは大好きなんですよね。なのであとはまあよく運動することなんですよね、本当はね。はい、食べるの、あ、でもね、運動嫌いなわけではないんですよ。ただ日頃疲れ果ててるだけで、あれ言えてない。最近滑舌も悪い。疲れ果ててるだけなので。それもいかんことだけどね。でも、まあ、昔に比べればまだね、あの、自分のためにかけれる時間は増えてるわけなので、はい、ここらでね、あの、今後の健康のためにも、言ってる間健康診断がどうせ来るので、はい、そこに向けて、まあ、なんかね、いろいろと体を絞り込んでいきたいなと思っている今日この頃でございます。はい、そんなわけでですね、月曜日はね、わちゃわちゃとスタートいたしました。きっと明日、まったゆう間に終わってしまうのでしょう。はい、皆様もね、あの、雨の中ね、お疲れ様でした。明日には止むかな、どうかな。明日もね、一応天気予報ではね、天気悪いって言ってたけど、また変わってきてるっぽいので、明日はね、お天気だといいですね。あんまり暑いのもね、困るんですけどね、ほどほどに曇りぐらいで雨が降らないとかね、ありがたいかななんて都合のいいこと考えたりなんかしています。それでは皆様、今週も頑張っていきましょうね。またね。